はよう。なんかさ、おはようございますをめっちゃ省略してとかくっつけって言う人っているよね例えば、ありがとうございますありがとうございますみたいな、おはようますみたいなあれってどこをくっつけて言ってんだろうね。おは出てる、おは、おとすは言ってるよね。うす、おは、おすわからんわ。朝ごはん食べよう。朝一のお水、うん、お水を朝飲むと腸が目覚めるんだって。はい、最近ねちょっと食べ過ぎが続いていたので、今日はね美肌に気をつけたご飯にしようかなと思っています。今日はキュウちゃん、ヨーグルト、ハチミツ、ちょっと切っていきます。いただきます。酸っぱいと甘いの融合。キウイはね、栄養価も高くて、肌が受けたダメージの回復を促進してくれるの。お通じにもいいし、血行を良くする働きもあるから美白にも向いてる。キウイはお酒ともね、もちろん合うから夜にもたまに食べちゃう。うまうま。朝にこういう酸っぱいものを食べると脳みそも目覚めるよね。今日バナナも食べようと思ってたのに、バナナはね朝食べるとカリウムが入ってるからむくみをね撃退できるから食べたかった。とりあえずお昼ご飯まで我慢だな。なんか家にずっといる日ってパジャマでいがちじゃん。だけどパジャマと部屋着って分けた方がいいらしいから着替えてこよう。お昼ご飯の時間、今日はそば、アボカド、ひきわり納豆。この乾麺のそばめちゃくちゃ美味しいから食べてみてほしい。結構本当にねクオリティが高いんで。のり、いちご、カチン簡単すぎる。いただきます。ここはしっかり混ぜる。アボカド、うん、うまっ。アボカドはね、ビタミンが豊富に含まれてて、その中にも抗酸化作用を持つビタミン E が活性酸素を除去するから若々しいお肌を維持する作用効果があったりとか、納豆はね美肌にいいって有名だけど、本来は夜に食べるともっといいんだよね。寝てる間に納豆のビタミン B が効いてくるんだって。同じく美肌デーなので、お蕎麦だけにお昼ご飯をしていきます。でもうまい毎日食べてるディープチャージコラーゲンスティックジェリー、こっちが冷やしておいたやつ。いただきます。チュールかと思うよね。わあ。うん。うま。これいろんな味があって、これがオリジナルなんだけど、他にも
こういうね、白桃味とかマンゴー味とかあるんだけど、このオリジナルはリンゴみたいな味だね。うまいや。やっぱり肌について向き合って日々思うことは、健康的なお肌を保つためにはコラーゲンとかヒアルロン酸とかのバランスがすっごい大事だなっていうこと。自然とね、生きてるといろんなダメージをお肌に受けるんだけどね、自然にダメージを受けちゃうのってやっぱ必然で、例えば紫外線とかのダメージで必要なものの量が減少してしまうって言われてるのね。で、その減少してしまったものを補うためにファンケルさんが考えた効果的なものっていうのが、このコラーゲンペプチド。そのコラーゲンペプチドを摂取することによって肌の潤いとか弾力を内側から引き出してくれるんだってそしてこのコラーゲンシリーズがね、じゃーん、見てこんなに種類があるの。このドリンクタイプとパウダータイプ、シャカ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 、あとね、粒タイプもあったりとか、このゼリータイプ、特に私はこのゼリータイプがおやつ感覚でね食べれちゃうからかなりおすすめで、ファンケルさんのコラーゲンのこだわりはなんて言ってもその吸収のしやすさ。ファンケルの研究結果でコラーゲンを体内に吸収されやすいサイズに小さくされているそう。こんなにね、たくさんタイプがあるから、ライフスタイルだったり好みによっても選びやすいし、忙しくても美味しいからこそパクパクと続けやすいので、結構飽き性なんですとか続けるのは結構大変なんだよねっていう人にも、ライフスタイルとか普段のスキンケアとかにもね組み込みやすいと思うからね、すっごくそういう人にもおすすめ。めちゃくちゃ向いてると思う。イベント前とかの集中ケアとかにもおすすめだからね、私もこれからずっとお世話になりそうです。もともとはね、これを食べる前のインナーケアって何ですかって結構みんなに聞かれてたんだけど、私もともとそのヒアルロン酸のサプリとかを飲んでたのね。なんだけどこのコラーゲンゼリーには、さっき言ったコラーゲンペプチドの他にヒアルロン酸とかセラミドとかビタミン C も含まれてるから一石何鳥なのっていう感じで、この一つでね、いろいろな成分というか取れることもすごくね、私は嬉しかったポイント。やっぱコツコツ努力が必要ですね。夜です。私の今日の夜ご飯はなんと、じゃじゃん、こちら豆腐、納豆、キムチ、海苔、以上。明日はね、朝から撮影があるので、今日は夜ご飯控えめに、プラスお酒なし。こうやって日々食べ過ぎたら調整する。食べるの好きだからね、やっぱこれは私の中の我慢になるんだけど、でもこれだけ食べ過ぎちゃうと胃の負担もすごいからね、こうやってバランスを取りながら。豆腐はね、言わずとも大豆イソフラボン、お肌の保湿の効果も期待できて、キムチと納豆は発酵食品、キムチは免疫力アップと安眠をね促進してくれるので、今日はぐっすり寝れるはず。だから明日も我慢なきゃいけないから免疫力高めていこう。はい、今日も動画見ていただいてありがとうございました。またよかったら次の動画も見てみてください。それではおやすみなさい。